かつて、サラミースがポセイドオンに愛されたと言われるサラミース島。サラミースは、ギリシア神話に登場する女神あるいは女性である。家臣、アーソーポストメトーペーの娘で、キュクレウスの母。サラミース島の名の由来とされる。長母院を省略して、サラミスとも表記される。サラミースは彼女に恋したポセイドオンにさらわれ、アッティカ沖の島に連れて行かれた。 そしてその地でポセイドオンに愛され、一子キュクレウスを生んだと言われる。成人したキュクレウスは、島の王となり、島民を苦しめたオロチを退治した。またキュクレウスは、母の名を取って、島の名をサラミース島と名付けた。キュクレウスには、男子が生まれなかったため、後に、娘と結婚したテラモンに王位を譲った。テラモンには二人の息子、ダイア・ヤースとテウクロスがいた。 しかしダイアイアースは、トロイア戦争で非合の死を遂げ、テウクロスは、戦後、ダイアイアースの維持、エウリサケースを連れて帰国したが、兄の死を止められなかったことを、テラモンに責められ、サラミース島から追放された。その後、キュプロス島に流れ着き、サラミース死を起こしたという。その後、サラミース島は、サラミスの海戦が行われたことで有名になり、ギリシア海軍の戦艦サラミスなど、 多くの船の名前にもなった。ありがとうございます。